2015年、日本は今スマホでアニメ見放題の時代。でも彼らはこう感じているのです。スマホで長時間アニメ動画を見ていると腕がとっても疲れてしまうと。そんな彼らの悩みを日本のアニメチャンネルアニマックスが解決しました。ご覧ください。手ぶらスマホホルダー、手ぶらくちんです。使い方はとっても簡単。手ぶらくちんのアルティメットマウスにあなたのスマホをジャストインするだけで、いつでもどこでも手ぶらでスマホ動画が楽しめます。お食事中も、プライベートも、仕事中だって。テブラクチン、それは三次元の恋の始まり。テブラクチン、プライベートも仕事も恋もあなたのライフスタイルを一変させ豊かな人生を約束するツール。それがテブラクチン。さらに今なら女性専用アタッチメントテングもご用意。コブラやサムライ、ゲイシャなど豊富なラインナップの登場予定です。2015年、腕の疲れから解放するテブラクチンと、アニメがスマホで見放題になったアニマックスで、日本のスマホ動画文化はより一層花開くことでしょう。テブラクチン。See you next week. それではホットジャパン TV、 また来週。